こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品が売れても赤字になります。送料や手数料で赤字にならない方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画ではです、ね、質問がありましたので、こちらのテーマで,ですね。ぜ解決方法ですね、まああの。説明をさせていただきます。はいえー、まずこちらですね。はいえー、この赤字をです、ね、出さない方法なんですけど、まあ、大まかにこの3つですね。 説明させていただきますまず一番ですね、えー、例えばですねカメラの仕入れですね、あのでこの仕入れのいいんですけど、売れた時の配送料です、ね、と、えー、カメラの仕入れ、これをですね同時にあの計算していただいてですねで商品を購入するときに、この売れた時の、ね、値段と三、ね、角を引いていただければ100%赤字にならないです。 はいなので、ぜひねあの、赤字になるということですね、商品シールの段階で高いのと、で配送ですね、例えばメルカリで売れると700円かかりますよね、そういった本をすべて足していただいて、ですね計算していただければ100、100%ですね、えー、黒字になります。はいぜひこの点をね、守っていただければいいかと思います。はいで、2番なんですけど、これはですね、あの中央輸入ですね、であの中央輸入の商品というのはですね、もともと商品自体は非常に安いんですけど、 まあ赤字になるっていう方も結構いるんですね。で、それを介する方なんですけど、もう大量に仕入れるしかないんですよ。はい。で、大量に仕入れることによって、一つの商品の仕入れ価格がですね、数十円になります。また25円とか、10円とかね、15円とか。なので、ぜひね、あの、まあ、あの、もちろん計算するのも大事なんですけど、売れる商品をね、大量に仕入れれば、それだけ送料が非常に、もう本当に安くなりますので、ぜひね、 そういった方法を使っていただければいいかと思います。はいあと、販売場所ですね。これはですね、例えば Amazon、y a h o o c h まあ、いろいろあるんですけど、販売場所によってですね、傾向は全然違うんですよ。まあ、例えばですね、あのーまあ、Amazon でしたら、手数料は多少安くなりますよね。ただし、ライバルが多いですよね。なので、早く売れるかっていう話になってくるんですよね。で、メルカリだと、早く売れる傾向は高いんですけど、手数料は非常に高いです。はい。 でラクマもですラクマのは多少若干安いんですけど、売れないですよね、なかなか。はい、だからそういったふうにですねあの、プラットフォームの売る場所によって傾向が全然違いますので、はい、あと、配送ですね、配送が、えー、とこちら取れるのか、払わないといけないのか、そういった方を全て含めて、まあ、商品を仕入れていただくのと、売る考え方です、ね、を身につけていただければ、ね、いいかと思います。はい はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルをプレゼンします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと YouTube か質問です。一切受け付けてません。LINE や登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。